もしもし、お母さん。ちょっと風邪をひいてしまって、声の調子が悪いねん。そういえば、この間電話番号変えたから登録しておいて。大丈夫？あんまり頑張りすぎんようにね。お母さん、助けてほしいねん。実は会社のお金が入ったカバンを電車に忘れてきてしまって。絶対に返すから、貸してよ。あんた何やってんの？でも今日はどうしても抜けられない会議があって行かれへんねん。代わりに部下の詐欺たに取りに行ってもらうから預けて。わかった。あんたもうちょっと注意しいや。どうも、詐欺たです。お金を受け取りに来ました。いつも息子がお世話になっております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ちゃんと渡しときます。もしもし、阿部の郵便局です。郵便局からの電話？何だろう。実はあなたが今お持ちのキャッシュカードは古くてお使いいただけません。新しいカードの手続きを行いますので暗証番号を教えてください。え、そうなんですか。わかりました。暗証番号はありがとうございます。では、古いカードは今から担当者が取りに行きます。こんにちは、阿部の郵便局です。古くなったカードを回収しに来ました。本当に郵便局の人？はい、そうです。どうぞよろしくお願いします。